プチン子とは、パスカルの原理を利用した玩具。容器を押したり離したりすることで、中にあるものが浮いたり沈んだりする。醤油入れとナットペットボトルの不沈子が、理科実験としてよく利用されるが、いろいろな材料を使った不沈子が考えられている。不沈子は古典的な科学実験である。その英語名カーティジアンダイバーあるいはカーティジアン、デビルはデカルトにちなんで命名されている。浮力の原理と理想気体の状態方程式を実演する。デカルトがこの玩具を発明したと言われている。この実験は、潜り手をピペットに酷似する一端が開いた小さな硬い管を柔軟な部品のついた大きい容器の中に置くことでなされる。その容器は、潜り手を見られるように完全に水で満たされ、閉じられる際に気密にしなければならない。潜り手には、水が入る。その量はほぼ中立な浮力を有するのに、十分な量の空気を含ませ、それでもやはりほぼ完全に水没させられている間は、上端に浮かんでいるだけの浮力を有する。潜りが起こるときは、容器の柔軟な部位が内側に圧せられて、内圧を高め、潜り手を底に沈めさせ、圧力が解放されると元のように表面に浮上する。不沈子の中には浮力を与えるだけの空気がある。したがって、不沈子は水面に浮かぶ。パスカルの原理によれば、気密の容器が押されると、空気圧が高まり、その一部は容器の一つの壁をなす水に対して加えられる。今度はこの水が不沈子の中の気泡にさらなる圧力を加える。その理由は、不沈子内の空気は圧縮可能であるがしかし水は圧縮不可能な液体であり、空気の量は減少させられるがしかし水の量は膨張せず、不沈子への外部の圧力は A 不沈子内にすでにある水をさらに内部に押し入れ、そして B 不沈子の外にある水を不沈子内に押し入れる。一旦気泡が小さくなり、水が不沈子の中に入ると、不沈子は自らの重さよりも軽い水を押しのける。そのためにそれは浮力を減じ、そしてアルキメデスの原理に従って沈む。容器に対する圧力が解放されると、空気は元のように膨張し、押しのけられた水の重さを増やし、そして不沈子は元のように浮力を増し、そして浮かぶ。手吹きガラス製の玩具不沈子ドイツチューリンゲンのモリラウシャもし押しのけられた水の重さが不沈子の重さと等しいならば容器の中央で停止すると考えられるかもしれないが実際には起こらない。そのような状態が万が一存在すると仮定すれば不沈子の現在の深さからの逸脱はどれほど小さくても容器内のそれの上方の水の重さにおける変化による、不沈子内の気泡に加えられる圧力を変化させるであろう。これは不安定な力学的平衡である。もし不沈子の上昇がどれほど非常に小さくても、気泡に対する圧力は弱まり、膨張し、それはさらに多くの水を押しのけ、不沈子はさらに早く上昇しながら浮力を増すであろう。逆に、もし不沈子の下降がいかにわずかでも圧力は強まり、気泡は収縮し水が入り込み不沈子は浮力を減じ、そして下降率は水からの圧力が高まるにつれ加速する。この増大は、K におけるランダムな熱的変動によるものでさえ、平行からのどれほどの逸脱であってもそれを増幅するであろう。不沈子を表面に浮かべるか、または底面に沈めさせる、一定の応用される。小圧力の範囲は存在するが、それを長期間にわたって液体内に浮かせておくならば、応用される圧力の連続的操作を必要とするだろう。この原理は、しばしばウォーターダンサーズあるいはウォーターデビルズと称される小型玩具に利用されている。原理は同じであるが、ピペットは同じ特性を備えたほぼ中立な浮力のある管に取って代わられる。例えば、吹きガラス製の泡。ガラス製の泡の緒にひねりが与えられると、ガラス泡の中への、そして中からの水の流れが回転を作る。このために、玩具は上下する際に勢いよく回転する。このような玩具の一例が、ここに示される赤い悪魔である。これも、また、液体の圧力を測定するという実際的な用途がある。1950年代の英国では、プラスチック製の縁石が箱入りのシリアル食品におまけとして付けられていた。ありがとうございます。